首位広島を迎えての一戦、前半の15分イニエスタのこのフリーキックからウェリントンでしたね。イニエスタのボールは、ぴったりとパドリックの頭を越えるボール、そしてウェリントンはサンベルがマーカーの佐々木をブロックしてフリーにさせると、そこにピンポイントで決めるのも素晴らしいですけども、はい、ウェリントンもしっかりと後ろから来るボールを厚く当てすぎないでニアに入れましたね。そうですね。今度は23分です。神戸にプレッシャーをかけ続けていたこの時間帯の広島、最後パトリックが押し込みます。この時間帯ハイプレス効きましたよね、はい、パトリックも最後よく詰めましたけども、今シーズンここ最近少し出場機会減ってますけどね、パトリックこう結果出たのはまた今後の戦いに大きいんじゃないですかね。そうですね、ちょっと滑りましたけどね、はい、よく足合わせましたね、ねじ込んだパトリック。ただ28分です。このクイックリスタートから見事に古橋が沈めて2対1。広島隙を見せましたけども、はい、古橋とイニエスタだけそれを見逃しませんでした ね、まあ、今日試合通してこの2人の関係性っていうのはよく見えましたので、はい、ここに他の選手がどう絡むかによってより多くのチャンスにつなげられるかなという気がしました。そして2対1、前半神戸1点リードで後半へと折り返します。うまくゲームをコントロールしていきたい神戸ではあったんですが、65分です。川辺がこの最前線に入ってきてふわりと浮かせて渡り、さらに最後ねじ込んでいきました。やはりこの深いところペナルティの角を取ることができれば、はい、渡りの良さも生きますよね、ここにセンターフォワードとこの時は皆川ですけども、はい、合わせて渡りも入ったことによって、中の強さができましたね。野津田から最後柏がゴールを決めて2対2、同点に追いついた後70分、ここでサロモンソン浮き球を使ってこの渡りのプレー、これも同様にライン際ではなくてペナルティエリアのところからクロスを上げることができたので、神戸の選手フリーを作ってしまいましたね、はい、ただそれをうまく間入ったところから渡り下がりながらですけども足を合わせてコースうまく流し込みましたね。そうですね。さらに73分、畳み込む広島、野津田のクロスから最後渡り、これも同様ですけどクロスに対してワントップと渡りが入ってくるというところは、はい、柴崎野津田にはない予想にして彼が今日アピールできたんじゃないですかね。トップストライカーの位置に働き場を求めているのはこの渡りですが、今日はツーシャドウの一角として自分の特性をしっかり出しました。少し遅れながらですけどね、よく間に合わせて足も合わせてというところですね、はい、これで4対2、広島逆転に成功。